普段はまるで違いますからね。全然違うんですね。はい、ものすごい優しい、すごいニコニコしたモデルで、こうアパレルとかこういう目で見られる。そうですね。こんにちは、永井龍之介です。アート探求サロンへようこそ。今回ですね、ちょうど今、永井画廊で牧野邦夫展、まあ、商品デッサンを中心にという展覧会を開催中ですけれども、今回その特別に素晴らしいゲストの方にお越しいただきました。まずは牧野邦夫さんの奥様であり、絵のモデルでもいらっしゃる牧野千穂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてさらに牧野邦夫さんの大ファンであり、作品を何点もお持ちだという俳優で画家でもある石坂浩二さんにもお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、石坂さんと永井さんは俳優男女鑑定団でご一緒だったということで、はい、まさかの石坂さんと出てらっしゃる番組で、本当に私も想像できなかったので、本当にご一緒させていただいて、光栄な、とんでもない機会でございます。とんでもない、とんでもない。終わってからも、私の友達が展覧会っていうか、はいはい、そうですね、ちょうどねコロナの間はお目にかかってない、そうですね、っていうか4年ぶりぐらいですかね。うわ懐かしいってこういう感じじゃないんですそうですね今回その牧野邦夫さんを語るということでね、本当に牧野邦夫さんと極めて近しい方を今日お招きしたんですけれども、牧野邦夫先生、実は1986年に61歳でお亡くなりになっているんですけれども、永井画廊での その展覧会というのは2011年に没後25年ってやって以来ですね、もう12年ぶりです。レンブラントに刺繍、一匹狼の画家牧野邦夫。この作品は牧野さんの自画像なんですけど、あ、自画像、自画像です。すごいイケメンですね。本当人間像ね、たくさん描かれてるんですけど、はい、特にレンブラントに今憧れてたわけですよね。うん、1925年に牧野さんが生まれて東京美術学校を卒業されたんですけど、それこそ実はね、なんかエピソードとして20代になんかレンブラントになんか自分で手紙を書いて、でそれに対して自分にレンブラントから何かその返信をもらって自作自演で、まさにだって何百年前の人ですからね。絵に対する思い、これからどうしていきたいか、どういうのを書いてあるか、でそれをレンブラントに当てて先生という感じで、うん、僕のようにこれ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 こうなってどうしたらいいでしょうかみたいな、はい、でそれに対するその返事を自分で書いてるわけですけど、亡くなられてる方に当てて自作自演で自分の絵の現在のことを聞くっていうことをいっぱい書いてる、でそれに対する答えをいっぱい書いてて、自問自答、どうしたらいいんだろうっていうことを書いてる。それだけレンブラントに対するそうですね。そうです。でもあの自画像を見てもすごい情熱的な方っぽいなって思ったんですけど、絵のためだけに生きてる。自画像を描いてらっしゃるときはこれ画家ですからね。そうですね、画家の顔なんですよ。うんうん、で普段はまるで違いますからね。全然違うんですね。はい、ものすごい優しい、すごいニコニコしたすごいおとなしい方で、言葉少なくても割と厳しいことをプチッとおっしゃる方で、だから、あ、絵を描いてらっしゃるときはこういう顔をしてるんだと思って私は見てました。なるほど、全く違う一面をお持ちだと。非常に優しい顔だし、こんな顔しない、ね、確かにこの自画像だとちょっと、いや自画像みんなね怖いんです割と。だからモデルでこうアパレルときもこういう目で見られるそうですね、そうです、もう汗、汗、そうか、描いてるときはこういう顔なんですもんね。そうか、そうか、でも私はこういう顔でお目にかかったことないですからね私こういう顔しか知らないんですだから、亡くなってからしか知らないから。そうですよね、絵となるとやっぱりちょっと、違うんですよね、怖い。いろんな人の、ね、人物画を多少たくさん描いてるんだけども、このね、次にその最初の方に分かりますか、これ。うん、おー、でもちょっとあの黒柳徹子さんっぽいぽいぽい、当たりですか、まさに当たりですね。黒柳徹子さんなんですね、うん、まあ、
黒柳さんが芸術新潮なんか本雑誌で見た芸術新潮ですね。牧野さんの絵を見てご覧になった、うん、書いてもらいたい。そうですね。そうだと思います。この時代っていうかこれより前の時代もあの先生は割とオファーを受けて肖像画家だったんです。だからそれで随分いろんな方をお書きになってるんですね。頼まれて。だからそれを知ってか知らずか黒柳さんですから大胆不敵にも書いてって言ったんですよ。きっと。これは結構結局風とともに光るのがなんかスカーレット。そうなんです。だからね、書いてって言ったけど、スケジュールがないみたいになって、そんなバカな人いるかって言ったんですけど、で先生の方から楽屋行って、楽屋です、これ。衣装をお召しになってる。うん。あ、なるほど。早書きだと思うんですよね。だから、すごく技術的なこともよく分かって、あの、黒柳さんは別として貴重な絵だと思います。これまさにね、あのレンブラントに憧れたレンブラントに重ねた自画像ですよね。で実際にこのパレットと筆を持ってそのキャンパスに向かう自分自身を描いてるんですけどね、古典的な技法で、あの本当に緻密な描写で、時代時代で自画像を描いてますけど違いますね、その時代時代って ね、 変遷というかね、画家の時の牧野さんと夫である時の牧野さんの表情、それぞれなんかどんな方だったんですか？普段はと優しい笑顔がいい人なんですけど、夫っていう感じで私は接してはなかったし、そうなんですか？別にあの結婚はしましたけど、絵描きとモデルっていう感じでずっといましたから、一般的に結婚したっていうそのイメージとはちょっと違う性格、絵のためだけの性格だから、デートとかそういうのはあまり思い出ない、お酒は飲みに行きました、はい、映画も見に行きましたけど、なんか別に関係性格とかそういうのも全く違う。さ、絵を通してお二人の愛を繋いでいたというか、そういうイメージですかね。そうか、そのはずだ。まあ乱暴な言い方すれば共犯者なんですよ。ああ、かっこいい。ね、美への共感者です。まあいいです。素敵ですね。それまでいろんな、ね、女性のモデルに書かれてましたけど、翔さんがあのまだ20代で、最初で、ね。最初は20代。これは割と後の方。そうです。これ京都で書いて。ずいぶん引っ越ししてるんですよ。そう、多いですね。だから最初のうちは大田区なんですけど、東横線の中をお書きになったりもしてるので、展覧会終わるとなんか引っ越しして、いや絶対それはそうと思いますよ。私もそうしたいと思ってるくらいですけど、やっぱ新しいインスピレーションとかを、そうですね、環境変えたいんでしょうね。前ちょうどあの北斎、はいはい、北斎引っ越しマン、そうそう、あの人は汚くなって掃除するのが嫌だから、娘さんも片付けなかったくらいですか。そうなんです。そう、それも遺伝するんですね。あれ二人で汚して二人で引っ越してたんです。牧野さんはやっぱりその部屋と家って一つのなんかこう生き物みたいなもんだっていうことをおっしゃったことがあって、引っ越しっていうか、ああそうです、素敵。2年ごとくらいの荷物を、気分が変わる。気分が。みんなでもハッピーな感じでお引っ越しされたんですか。こいつにいいかもしれない。あ、いいね。物がないんです。いいね。つまりあの家財道具。はい。あの食卓テーブルと、冷蔵庫。引き出し類がないですね。家具がない。そう。不思議な方ですね。そうですね。でも。島の灰。ああ、これですね。絵になるとなんかいいですね。牧野さん自体がお引越しを楽しまれていたっていうのが絵を見てすごい伝わってくる。楽しんでたのかもしれない。ちょっと何回か引っ越すと、要するに引っ越しにを考えてるから物買わなくなるんですよね。こんなこと買っちゃったら次の引っ越しの時大変だってやめちゃうんじゃないですかね。何か買った人って捨てろ。ああ。そう、ミニマリストですよね、今で言う。そうですね、そうですね、はい、
絵のモデルをされたきっかけを教えてください。はい、アクセサリーを作る、その教室っていうのがいっぱいあって、そこにたまたま小島信代さんっていう方がいて、急に私にモデルにならないかっていうんですね。なんか、ジョーちゃん、お尻大きいから、きっとマークの先生喜ぶ。そこ肉体美から入るってことですか？うん、お尻が大きいからって。あ、じゃあ私もいけるかもしれない。って言われて、すぐ早速電話し始めて、明日連れてくみたいな。モデルになりたいとかではなく、お友達からもうふと言われて、ちょうど私 のアルバイトを探してて、で、まあ、自分の絵が一つぐらい、うん、まあ、残ってもいいかなっていうのがきっかけです。牧野さんがモデル探してたの？探してた。そのタイミングだった。いないか。あ、まさにこのお尻が。え、初めて会われた時はどのような反応だったんですか？あ、すごい鋭い目で、やっぱりすごい怖かったです。あ、そうなんですね。牧野の方がすごく強く描くから、ものすごいバチッバチッとキャンバスに定着する。つまりこうホワッとした絵じゃない。ヌードモデルを初めてされる時も全く抵抗とかなくて？いや、抵抗ありましたよ。 あったんですか？ありました。見つめられるとちょっと汗がね、そう思ってすごい汗が出て、もう覚えてます。より熱くね、感じてなんか恥ずかしくなっちゃいそうな。そうですね。でも、まあ、本当にっていうのはもういつも描いてるわけですから、そういう女性も多分全然慣れてるわけです。こっちはもう初めてだから、すごい緊張してます。実際に作品を見た時のご感想は、まあ、似てるとは思ったんですけれど、でも自分だけど自分じゃないんですよ。絵の中にあるうちの人物、やっぱり絵は絵なんです。作家の気持ちとか見た目とかが入ってくるから全然違う絵だから、私じゃない、また別ですね。レンブラントも、まあ、自画像の画家として有名だし、まあ、いろんな人物を描いてますけど、うん、まあ、自画像もあり、女性像があり、ラフがあり、だから別に変化じゃなくて展開ですよね。なるほど。私が会った時は本当にものすごく元気なこと、こう 目がキラッと光るようなとこがあってね、マギ先生ちょっと行ったら、え、そんなやめなさいよ、画家が群がってどうするの。千代さん、ゆりとか北川さんのそういう人もう全然先輩。今週のおすすめは牧野邦夫さんの作品です。メリークリスマス・フォー・ユーという作品なんですけれども、1958年の作品なんです。この作品はですね、本当に初期の貴重な作品が今回展示できることになりました。ここに肖像写真、レンブラント風の、まあ、自画像なんですけれど、牧野邦夫といえばですね、レンブラントへの思いが非常に強い方なんですね。この作品にもそういった思いがよく出てますね。ここにあるのが実はレンブラントの画集なんですね。ろうそくの明かりのもと思いを込めて、まあ、画集で学ぶと。クリスマスの夜ですね、レンブラント先生のようになりたいという思いが、まあ、そのずっとあった中で、こういった作品の中にもね、そういうものがよく出てると思いますね。この画集の上におもちゃのこれ馬車ですけどね、人が見てないところで なんか生きてるような作品になってます。牧野さんの作品の魅力は本当この細部にあるんですね。これ4号という小さいサイズなんですけれども、非常に奥行きもあって、牧野さん の、この本当に思いのこもったタッチがですね、見る人に本当に伝わってくると思います。この作品200万円という値段で今発表しています。牧野さん本当に亡くなってから今値段が上がってますね。非常にこれ貴重な牧野ファンにとってはですね、見逃せない貴重な作品ですので、ぜひ展覧会でご覧いただいて、お手元で楽しんでいただきたい作品ですね。